はい、皆さんこんにちは。貨幣研究室ファイナンシャルプランナーの伊藤です。今日ご紹介しますのは、鑑定機関シリーズということで、セントヘレナから2021年に発売されました、ウナとライオンですね、ライオンデザインのものの鑑定が戻ってきましたので、1オンスの、銀貨のですね、鑑定結果についてお伝えしたいと思います。実はですね、この1オンスのウナとライオンはこれいけるかなと思って勝負したんですけども、海外から買って、で国内に届いたその日に、すぐに、国内の鑑定代行の会社に持って行って、出したというものです。で、その結果ですね、ファーストリリースがつきました。だからつくこともあるっていうのがこれで証明はできたんですけどね、結果をお知らせすると、一番悪かったもので、68ですね、ミルクスポットが出ちゃってる、まあこれが原因で68になってます。ジョーの姿の方は問題ないかと思います。そして、次一番多かったのは69ですね。こちらも1点だけ点があるのかな、まあ本当に細かい点ですけど、それが多分69になった結果だと思いますね。ほぼ欠点ないと思いますけどね。で、70になったものもあります。こちらですね。さすがに70は非常に美しい、欠点はないですね。まあ、ちょっとスラブにホコリがついちゃってて、汚れっぽく見えるけど、まあ、それは別に欠点ではありませんので、70がついたものもあるという状況になっております。今回実はですね、私どものコインのグループ合わせて19枚、こちら鑑定出しまして、で70がついたものもありましたし、68がついたものもありました。でも一番多いのはやっぱり69だったんですね。で、割合としましては鑑定の状況とほぼ同じです。こちら2022年6月の段階でのこの1オンスの NGC の鑑定結果ですけども、2000枚発売されていますから、まだこれからもっと鑑定結果出る可能性はあるんですけども、ファーストリリースは全部で273枚ついてるんですね。で、このうち70がついたものが53枚となっておりまして、およそ2割ですね、鑑定枚数の2割ぐらいが70ついてると。私どもも19枚鑑定出して3枚が70となってますから、まあまあそれぐらいかなっていうところですかね。やっぱりほとんどが69です。私たちもそうでした。ただし68もやっぱり数枚あったという状況です。まあ中には67というのも出てるぐらい、私たちにはなかったですけど、67も出てるという状況になってます。で、意外だったのがファーストデイオブイシューで出したところが、多分これコイン賞だと思うんだけど、予想外にこれ70が8枚しかついてないと。313枚出して8枚しかついてない、 3% もないっていう状況なんですよね。で、ほとんど69で、68、67もあり、65とか64っていうのも実際 FDI ですらついてるという状況になっています。で、通常の鑑定の場合もやっぱり 10% もついてないですね。151枚のうちの18枚が70で、実は私2枚持ってるんですけど、 10% ぐらいかで70がついていて、やっぱり69が大半なんですけど、これかわいそうだけど66とか65とか、中には63っていうケースもあったみたいですね。まあ運もあるしね、これね。どうしてもね、ミルクスポットがついてるケースっていうのが結構多々あるのでしょうがないんでしょうけども、いかんせんこのケースを見る限りだと、ファーストリリースがついた方は70がまだコロナ禍ではつきやすかった、2割ぐらいですね。で、FDI だとなんと 3% ぐらいしかついてない。で、通常の鑑定でも 11、2% っていう風になってますから、やっぱり70ついたこのウィリアム・ワイオのデザイン、1オンスの銀貨っていうのは非常に貴重だと思いますね。で、69はかなり枚数あるから、まあ、普通に鑑定出せば69がつく可能性がまあ高いという風になっております。ただ私たちもそうですけど、68もあるし、中にはそれ以下っていう方もいらっしゃいますので、まあ、なかなかこれ鑑定が分かれるところになってますね。はい、今回は、ウィリアム・ワイオンデザインの復刻版ですね、こちらのセントヘレナ、ウナとライオンの1オンス銀貨について鑑定結果を公開してまいりました。
ね、70の枚数はなかなか少ないから動画でも見る機会ないかもしれませんので、ここに残しておきたいと思います。はい、またね、今後まあいろいろチャレンジはしてみたいと思ってます。国内からもファーストリリースがつくケースがあるというのもよく分かりました。実は2回目なんです。もう1枚他のものでもチャレンジしたら出たというケースがあります。ただしこれって本当に運なんですよね。そのコインの鑑定代行会社がたまたま鑑定出す日に近ければ早く出せますからファーストリリースつく可能性ありますけど、例えば出した次の日に持ってっちゃったらね、1ヶ月後とかにしか出さないっていう風になれば当然もうつきませんっていう風になりますから、まあいかに早く出して運が良くてたまたまその鑑定出す日に間に合って、でしかもそこから1ヶ月以内に着いた場合には FR ファーストリリースつく可能性が出てくるっていうものですから、まあ確率としてはかなり低いかなっていうふうには思ってます。国内から出す分にはね。ただ今回のは着いたというので、報告をいたしたいと思います。またね、新しくいろいろ入手したり鑑定出したり結果等もね、公表していきたいと思いますので、ぜひ楽しみにしていてください。